ルイズベルト氷河のアイスフォール、ベーカー山、ワシントン、US アイスフォールは一部の氷河に存在する速い流れと崩れたクレバスで特徴づけられる場所のことである。氷河底が急勾配になっているか狭くなっている場所に生じる。アイスフォールという言葉はウォーターホールの文字理から生まれた。氷河区とも呼ばれる。ほとんどの氷河は年間数百メートルかそれ以下の速さで流れる。 しかし、アイスポールの氷の流れは、年間数キロメートルと測定されることもある。そのような早い流れでは、氷は、蘇生変形だけで流れることはできない。代わりに、氷はクレバスを形成しながら砕け、交差する氷の裂け目によって、氷柱やセラックが形作られる。それらの過程は、多くの場合感知できないが、セラックは、気温が上昇せずとも突然倒れたり崩壊することが、 あるその挙動はアイスフォールを登る登山家にとって大きなリスクとなる。アイスフォールの下流では氷河底は平らになるか広くなり氷の流れは遅い。クレバスは閉じ、氷河面は滑らかになり横を切ることが容易になる。ランバーと氷河に流れ込むアイスフォール、南極。アイスフォールには様々な高さものがある。アメリカ。 カスケード山脈のベーカー山北面にあるルーズベルト氷河アイスフォールは約730メートルの高さがある。このアイスフォールの左側にある氷河を覆う堆積物の上にある氷の崖けは20から40メートルある。山岳氷河の特徴としてこのアイスフォールは氷が高原薬墓地の蓄積域から低地の谷の消耗域に流れる時に生じる。より大きいアイスフォールは 大陸氷床の一流氷河に見られることがある。南極のランバート氷河に流れ込むアイスフォールは 7km の幅で 14km の長さを持つが、標高差は 400m だけで、ルーズベルト氷河アイスフォールの半分強しかない。アイスフォールは登山の対象となることもある。ある場合には、アイスフォールは唯一の登犯可能なルートとなることもあるし、最も容易なルートとなることもある。 一つの例は、エベレストの標高約5500メートル地点にある、クーンブアイスホールで、これは、エベレストのネパール側ノーマルルートの一部となっている。エベレストのクーンブアイスホールセントヘレンズ山の、クレーター氷河のアイスホール。ありがとうございます。